幸福とのバランスはすごく重要かもしれないよね。そうなんていうやっぱりね、そのまあそれはアーティストだから、生粋のアーティストだからっていうので、それはね、芸を追求するというか自分の作品を追求するっていうのは大事なんだろうけど、うん、いやそれ幸せなのかっていうとまた話は変わってくるからね、全然ね。まあ、だからね、その幸せっていうことは今すごい絶対的なその支持を得てるんだけど、うん、いやここでね、すごく重要なことがあって、アメリカ人ってこのキリスト教をすごい信仰してるのね、今でも、うん、実はアメリカ人の信仰心ってあまり日本人にはピンとこないんだけど、アメリカに行くとね、あ、こんな場面でもすごい信仰の、シーンを見るんだなっていうような、本当にその熱心な信仰者ってたくさんまだいるのね、うんうん、それで、特にアメリカの信仰ってね、ちょっとこうヨーロッパと違うのは、やっぱエマーソンっているじゃない、あのスミフさん知ってると思うんで、ああ牧師さんね、はいはい、うん、元さんのちょっと新しいあのキリスト教なのよ、うんうんうん、かね、自己信頼とかそういうさ、啓発の元になってるような考え方を広めている牧師さんが多くて、それがね、すごいアメリカ人のその高度経済へのそのエネルギーになっていたり、あのこなんていうのかな、その勇敢にこう新しいことにこうチャレンジするとか、そういうね精神性のバックにあるのね、うん、でこの信じるっていうのものの中に幸せを信じてやるんじゃないの、うん、宗教の信仰の告白として自分の信念を信念をそれをに挑戦するために、あの自分を信じるって感じで、幸福になるために信仰があるわけじゃないの、うんうん、そこがねすごい日本人の芸術家にない、あるいはその社会にない、ね、考え方で、日本人はさ幸せでみんなが等しく同じように納得できたら幸せみたいなのあるじゃない、うんうんうん、まああるのかな、うん、そう理解し合えれば幸せで、そういうことが善だと思ってるんだけど、で人に理解されないようなこと、そういう苦難とか受難をそのあえて覆すことをすることで、覆るというか、そういうあえてみんなに理解されないことに勇敢に立ち向かう、自分を信じて立ち向かったことに対するそれのその熱狂というかさ、その人への尊敬とかね、その人が幸せを求めることに見ていて絶賛するんじゃなくて、その人が幸せにもならないくせに あえてその信念を貫き通そうとしている姿に、みんなはこう尊敬の眼差しを、うんうん、向けるのね。なるほどね。それでも結果論でしょ、それって。結局死んでからでしょそれ。いや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 、結構このロスコンとかも当時から熱狂的に支持する人はいて、評論家でね、実はこの抽象表現主義をものすごく世に広めたグリーンバーグっていう評論家がいるのね、うん、このグリーンバーグのおかげで大きな展覧会が次々とこの抽象表現主義の展覧会がアメリカだけじゃなくてヨーロッパにも紹介されたり、うんうんうん、でもね、それはすごいアメリカの新しい表現が生まれたっていうことで、ものすごく支持して、その評論家が、うんうん、でみんなもやっぱりちょっとバカにしてる部分もあるんだけども、一方ででもそれでもこの活動は尊いというふうに思っていた。うん、でその奥にはこう自己を信じて、こうなかなか理解されないことを、うん、にあえて挑戦するっていう姿、うん、それをちゃんとね
それが芸術であるっていう自覚みたいなのをこの時代の人たちは持ってたのね、少なくとも、うんうん、ちょっとポップアートの時代になるとそれはそんなこと言っても食べていけなかったらどうなるのとか、うん、やっぱりもっとみんなが喜ぶことやればみたいに変わっていくのね、実際、うんうんうん、実際それでまあこのミニマリズムのこの行く方向にこういう作家が出てくるんだけど、ブライス・マーデンっていう作家で、この人まだ生きてるし、もう究極のミニマリズムの作家としてこう紹介されるんだけども今は。でも私はこの人の中にやっぱりこの時代がやっぱりこの抽象表現主義の時代とともに生まれてっていうか育って、でまだ未だに、まあ、ジャスパー・ジョーンズよりちょっと8歳ぐらい若いので、うーん、現役でこう活動してるんだけど、うん、この中にやっぱり私はジャクソン・ポロックも見られるし、うん、そういう形跡を見るし、それからカラーフィールドのこういうねミニマリズムというかそういうものもロスコーみたいなものもあるし、うん、でもこの作品は どこからどういうふうにこうできてるかっていうとね、ちょっとジャクソン・ポロックと違う、これ見ても分かるように、うん、なんかあえてその木の枝、その辺の木の枝拾ってきて、なるべくそのキャンバスから距離を置いてうまく描けない線をこうゆっくりゆっくり絵の具つけてこう描いていく、うんうん、なんかちょっとこの書道的な感覚もあって、実際この人はね日本の禅のその作品なんかにすごく影響を受けたって自分でも言ってるし、うん、クールマウンテンっていうね、あコールドマウンテンっていうシリーズのドローイングがあって、これは寒山っていう、日本語に訳すと寒山っていうタイトルになるんだけど、うん、これも禅 の教えの中に出てくるね、寒山って、うんうん、でそのすごくどうもこのミニマリズムは禅の考え方の影響から生まれたんじゃないかと思う、そこまで言われてきてて最近は、うん、すごくもうさ製品で無駄なものがなくて、もうシンプルで究極的なものを、そういう生活とかそういう感覚、感性とかセンスとかそういうものにやっぱアメリカ人すごくね、しびれちゃったのね実は、うん、だからこの抽象表現主義の人の一部の人はその禅の影響も受け始めてミニマリズムの方に進んだかなって私は思うんだけど、うんうん、でこれも本当に書のような感じで墨で書いた文字ではないんだけれども、何かそのもこう発展系みたいなそういうスタイルのよくなんていうのかな、画面っていうか、でここに来た時に私はやっぱり思うんだけど、ほらその書道の書体ってさ、隷書とか楷書とか行書とか草書とかあるじゃない。うん。うん、で、なんかね、その書道の歴史を昔、ちょっと父から聞いたことがあるんだけども、まあ、やっぱりその、文化がこう熟成していくと、すごく具体的なものが やがてこう抽象的に文字一つ見ても、なるべくこう省略化されて、記号化されていったり、ものすごく早く書けるものとかさ、スピーディーに、ね、これで十分だっていうものに整えられていくっていうのね、携帯って。でやがてもうそれが極まっていくと、何にも書かなくても紙一枚送っただけでその人に心が伝わるとかさ、うん、そういうなんかさ文学みたいなものも生まれてきて、中国ではなんかね、そういうものがなんかどうとこのアジア的なものがこの中に入ってきてるなって私は思って見てるんだけどね。うん、うん、だからすごくこの抽象表現主義ってこの、うん、アメリカにでこう生まれたかのように言われているけれども、うん、やっぱりすごくこれを支持して同じような政策をしてた人は実際その
私が活動してるに行った頃たくさんいたの。ジャクソン・ポロックの作品を描いてる日本人ってたくさんいて、何かこう親しみがあるというか日本人にこうフィットする部分もあって、うんうん、でもやっぱり日本の場合もポップアートというか商業アートが出てきた時に、やっぱりだんだんこうミニマリズムから方向性を失ってこうエネルギーがなくなってきてるかなっていう感じはちょっと私もしてます、うん、だから一つのこの様式っていうものをそんなに長く続かなくて、うん、でこの人たちもなんかもともとはポップアート、じゃあオブアートでこう紹介した、ヨーゼフ・アルバースっていう人がドイツから亡命してきて、でこの人はバウハウスでその芸術家を育てていた経験をアメリカに持ってきて、最初抽象表現というものをアメリカの人たちの学生たちにこう広めたらしいんだけれども、でそこのヨーゼフ・アルバースの影響をすごく受けたのがこのマーク・ロスコーで、画面前のちょっと紹介した時にヨーゼフ・アルバースの時にその杉野さんがこのマーク・ロスコーをちょっと見てみてって言ったその通りなんですよね。やっぱりこの人がヨーゼフ・アルバースのできなかったことはその身体性、結局ここでも綺麗に塗るんではなくて、手のこうブレでこうぼやけていくそういうものを大事にしたような画面作りっていうか、うん、いやここにもやっぱり身体性というのがあって、なんか痕跡とか人間の手のなんかぬくもりとか、そういうものをその中小この時代っていうのはちょっとこうまだまだ大事にされていた時代で、私はこの中にもっともっとこう可能性は見つけられるんじゃないかなと思って、うん、すごくこう作品を何度も何度もこうここに立ち戻ってこう考えるようにしているんですけどね。うん、まあ、今回はそんな感じかな。そうなんです、まあ、こんな感じで本当に、はい、数少なく紹介しましたけども、まだバーネットなんだっけな、いろんな作家たくさんいろいろいるので、ウィキペディアなどで皆さんぜひチェックして、もしかしたら抽象表現主義、新しいまたネオ抽象表現主義みたいなことが、うん、起きるかもしれないし、この中に何か魅力を感じて新しい作品作りっていうものに立ち向かっていく人も出てきたらいいなと私は思っています。はい、じゃあ画面を解除してください。はい、はい、ということで今回は抽象表現主義についてカールさんに解説してもらいながら、まあ僕がアーダコーラどうでもいいことを喋りました、はい、またこのシリーズちょこちょこ続けていきたいと思っているので、また次回もお楽しみにということで、はい、今回は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。